どうもこんにちは、速稼塾の久保です。今回はですね、10年以上 YouTube を通じて生計を立てている私がですね、 YouTube に立ちはだかるいくつかの壁について皆さんにお知らせして、それぞれの解決方法などのねヒントにしていただければと思います。 YouTube で生計を立てるためには様々な壁があられてきます。で、どんな壁があるのかによって自分がどの壁を越えなければいけないのか、そして今自分はどの段階にいるのかってことが分かってきます。まず一番最初の壁なんですけども、投稿するかしないかっていう壁ですよね。ずっと YouTube のアカウント、Gmail さえ取れば誰でも投稿ができるんですけども、顔出しした方がいいんでしょうか、顔出しじゃない方がいいんですかっていう風なね、形で全く進まない方がいると思うんですよ。まずはね、ここからですね。まずは何でもいいんで YouTube を投稿してみましょう。結構ね、この壁が一番最初に立ち上がって、気持ちはあるんだけどまだ始めてませんって方が結構多くいらっしゃるんですよ。YouTube ってその辺の花が風に添えてるところをね、こうやって撮って投稿でもいいじゃないですか。5秒でも10秒でもいいじゃないですか。まずは上げてみましょう。それからです。YouTube に投稿して、次の壁は何でしょうか。動画は投稿できるようになったんだけども、気になるのは再生数ですよね。再生数が1か2か5か10か、最初は思ったように上がらないと思います。ですんで、次は投稿できるようになったらね、二つ目の壁としては、再生数をどのように上げていくのかっていう壁があると思います。再生数を上げるためには、タイトルがものすごく重要になってきます。その次に、もしできるようでしたら、サムネイルを作ってみてください。この壁を越えると、一気に YouTuber としての道が開けてきます。三つ目の壁は、チャンネル登録が気になり始めますよね。再生数が上がってくると、次の動画投稿に期待した視聴者さんが、チャンネル登録をしてくれるようになるんですよ。これはよくね、 YouTuber さんがチャンネル登録お願いしますって言うでしょ。あれに効果がほとんど見られません。あれはただ言ってるだけなんですよ。あれはね、やらなくてもやってもそんなに変わらないんですよ。で、むしろ投稿の動画が面白ければ次に期待して自発的にチャンネル登録してくれます。ですんで、次を期待させるような動画を作ることがチャンネル登録の壁を打ち破る、そんなね方法になってくると思います。じゃあ次の壁はどんなものがあるでしょうか。それはですね、チャンネル登録の次にコメントなんですよね。コメントがつくつかないっていう壁があります。再生数がたくさん上がっても、チャンネル登録が順調に上がっていても、コメントを書くぐらいの手間を視聴者さんが惜しむようなら収益化には程遠いと思います。ですんで、コメントが書きたくなるような動画投稿を次の段階では心がけていくことになります。動画を投稿したらそのたんびにコメントが入るようになったら、この壁は突破したと思っていいんじゃないでしょうか。次の壁なんですけども、直接のお問い合わせがあるかないかの壁ですよね。これには動画概要欄などにメールアドレスなどをね、記載しておくことができると思いますけども、そのようにテンプレート設定しておくと、コメントの次は直接やり取りをしたいんですけどみたいな感じで直メールをいただけるようになるんですよ。ぜひね、その段階にまで頑張って這い上がっていただきたいと思います。さあ、そして次の段階、どんな壁があるでしょうか。 YouTube で収益化するためにあと3つか4つ壁があります。それはですね、直接のお問い合わせがあった方を中心に、自分の売り上げを作るべき商品の案内をするタイミングを探るってことなんですよ。当然収益化のためには自分の商品を売らなければなりません。で、いつ売るかっていうタイミングが必要になってきます。再生数が10もない時に、チャンネル登録が10も起きてない時に商品を売っても、これは売れる可能性は低いと思います。やっぱりね、あくまでも普段投稿してる動画のその延長線上にさらにいいサービスがあると期待していただくから、だから売れるんですよね。ですんで、少なくとも商品を買っていただく方は、視聴される方はもちろんなんですけども、当然チャンネル登録もしていて、当然コメントもしていて、当然直接のメッセージを送らせていただいてるっていうやり取りがあって、人間関係が多数対1からね、1対1になった時に商品が売れる可能性が出てくるわけなんですよ。ですんで、ここまでの一連の流れっていうのを全部超えた後に商品を売るべきタイミングっていうのが出てきます。で、その商品なんですけども、次の壁、商品が売れるか売れないかっていう壁があります。初めて YouTube をビジネスとして捉えた時に、ここに最初の悩みが来るんですよ。で、今までの悩みじゃなくて単なる作業ですからね。ここから悩みです。なんで商品が売れないんだろうか。サービスに対する信頼関係がまだなのか、それとも商品の価格が高いのか、求めていない商品を提案してしまったのか、ここは私のコンサルが必要になってくると思いますんで、なんで売れないのかの検証を一緒にしていくことになります。さあ、その次ですけども、 YouTube で生計を立てようと思ったら単発で売れてもしょうがないんですよ。
一度買った方が次の商品を買う、つまりリピートが起きなければ成り立ちません。いつもいつも新規さんで成り立つわけではないんですよ。新規さんのうちのどのぐらいの割合がリピートになるかによって YouTube が生計を立てるものになるのか、それとも単発収入として副業レベルにしかならないのかが決まっていきます。そして最終的な壁なんですけども、継続的な事業になるか否かの壁があります。これは自分のビジネスをもっともっと精緻に組み上げなきゃなりませんので、ここはまたね、私のねコンサルが必要になってくると思います。で、あとね、自分では一生懸命やったんだけども、外的要因っていうのが次の壁になってきます。もうこうなるとね、本当に戦う相手ってのは自分だけではありません。強力なライバルの出現っていうのがあります。他の似たような YouTuber さんとのお客さんの取り合いですよね。そして流行り廃りがあります。そもそもライバルとかなんとかの関係じゃなくって、自分の発信してるジャンルがもうね、世の中から忘れ去られましたよってことです。一生懸命ポケベルの動作案内をしたところで、そんなところから売り上げが生じないってことなんですよ。またその他ですね、自分自身の油断とか、それから失敗、こういった壁もあります。自分の足元をちゃんと整えることですよね。そのためには生活習慣をもう一回見直す必要があります。自分は YouTube で生計を立てるだけの生活背景を持っているだろうか、撮影とかそれから音声などはちゃんと適正な機材を使っているだろうか、人の気持ちを捉えられるぐらいの自分のマインドセットを整っているだろうか、こういったことをねやることによって、本当にね、だんだんね、言ってみればね、 YouTuber で稼ぎたいっていう動機は不純かもしれませんけども、結局はね、人間としてある意味立派にならなければ YouTube で生計を立てることはできないんですよ。誠実で、そして人から信頼される人格っていうのがこの辺ですごく重要になってきます。はい。で、こんな形でね、私がこれを全部できてるとは言いませんけども、マーケットから一定の評価を得てるんで、未だに YouTube を中心としたビジネスで生計を立ってるのかなと思いますし、しまいには家族もこれで養ってますんでね、私別に奥さんが副業してるわけでも莫大な資産があるわけでもなんでもなくって、本当に YouTube から生まれた入金だけでやってますんでね、だから40代から始めても50代から始めても、今日お話した壁を一つずつくぐり抜けることによって、あなたも YouTube で生計を立てることができるということになります。このようにですね、 YouTube でどうやって稼いでいくかっていうコツ、これには必ず原因と突破できない、そして、なんかね、壁があると思うんですよ。で、こういったものを解決するために、2024年はもっともっと YouTube を生計を立てようと思う人に対して、役に立つメッセージをねお送りしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。私は10年以上いつもこれで勝負してます。これからもお力になれると思います。はい。